長き童貞の末、拙者は兄者欲徳との合流を果たすことができた。よって立つ土地はなくとも、やはり拙者のあるべきはここでござる。曹操殿はそんな我らを恐れ曹操戦を開始した。追撃を振り切った末、我らは孫吾と連合し、赤壁にて曹操殿の軍を散々に打ち破った。そして今、拙者は赤壁の地から逃げる曹操殿の追撃を命じられた。だが曹操殿には恩義がある。拙者はいかがすべきか。我々は孫吾と協力し、曹操軍を追討します。曹操は赤壁にて壊滅的な打撃を受け逃げるばかり。今が最大の好機なのです。曹操は瓦解した軍を取りまとめつつ、項梁に退却しようとしています。各軍、迅速に曹操を追撃してください。関羽殿、あなたが過日曹操より対応を受けたことは承知しています。ですが彼は劉備殿の道を妨げる敵。よろしいですね。我が名脈、ここで尽きるか。お主が去った時、わしの運命も定まったのやもしれぬな。行かれよ。拙者は防音の戸にはなれぬ。曹操殿が再び劉玄徳に敵した時、その時は切らせていただく。拙者の戦力、このままでは兄者に申し訳が立たぬ。敵が現れぬうちに橋を落とす。よし、道を切り開くぞ。このままではいかんな。時には引くのも戦略です。敵将討ち取ったり。負けねえからな。敵将討ち取ったり。
持って死頼もしい限りだ。参られたか。ここは長風炎が通さぬ。貴様ならこの刃で礼を示さん。拙者の力、今こそ示してみせる。
ままではいかんな。なんとか間に合ったぞ。大した自信だな。お前の力頼もしく思うぞ。殿、どちらに。
必ず返す。敵将討ち取ったり。曹操軍を完膚なきまでに叩いた。逃げ惑う曹操の姿、滑稽だったな。これで奴も当分の間はおとなしくしているだろう。だが奴はきっと体勢を立て直し、再び我々の前に立つだろう。それまでに我々孫悟も今にも増して力を蓄えておかねばな。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際三国を覆い、生涯秀才と称される人物だ。